俺も、こいつに誓うぜ。もう弱音は吐かねえ。うん。カンナ、この歌大好きです。うん。勝つぜ。勝とう。九太郎さん、お願いします。サラ、宴の準備を始めるぜ。うん。はい。始めましょう。みんな分かってると思うが、俺たちはこれから7つの棺に入るものを選ばなきゃならねえ。生きてようが死んでようが関係ねえ。生存者かダミーズか、誰かが入るんだ。じゃんけんでもするかい？俺たちが入る。それでいいじゃねえか。俺たちって、ダミーズってこと？ああ。蘭丸は棺へ入った。蘭丸くん。ま、いいんじゃない？入るくらい。ひなこは棺へ入った。暗いのは怖えか。ママに一緒に入ってもらえよ。車田は棺へ入った。まあ。でもなんか、あんずちゃんの棺壊れてるんだけど。あんざ無理やり棺へ入った。そっか。意地を見せるなら、ここか。いつまでも銀くんたちに負担はかけられないよ。早坂は棺へ入った。何かあったら、よろしくね。舞は棺へ入った。ありがとう、みんな。あとは、あそこだにゃん。最後に一つ残った、棺。調べてみよう。調べる。刑事さんが入ってた棺だ。開けてみよう。開けるぞ。ダメだ。やっぱり開かない。くじ開ける方法、考えないといけないにゃ。ああ。でも、宴が始まらないということは、この中は空っぽってことでしょうか。それじゃあ、やっぱりおまわりさんは脱出してたんだにゃ。それじゃあ、誰が棺に入るかも、話し合いも。あ、始まっちゃったね。しかも沈んだ？なんで？いや、絶対に無事でまた会おう、ダミーズ。もう、棺が、完全に埋まってしまった。そんな、とにかくもんだ、萌えに急ぐぜよ。行くしかないね。燃え尽きたメイプルの体が転がっている。メイプルの分も、頑張るからね。いや、今までの曲のアレンジだなぁ。いや、めちゃくちゃいいな行くぞ。開いてるね。門が開いている。中に入ろう。何が待ち受けていようとも。これは、サラちゃんのパパであり、私さ、主もさ、こんな格好してなかったっけって思ってんだけど、主とさ、サラちゃんのパパって一緒？もしかして。って思ってるんだけど。いやー、待ちくたびれたぜ。なんだみんなはどこだ？この場所は一体、宴の、これ前室かな？前室かな？宴の前室だよ。おっと申し遅れた。宴の司会進行を務める、主だ。しかもこれ包帯ぐるぐる巻きなんだね。ってことはやっぱり誰かわかんないようになってるから。これサラちゃんパパだよな。立ち絵一緒だったもんな、なんか。これからお前たちには、挑戦者を一人選んでもらうぜ。何をさせるつもりない。おっと、それはまだ言えねえ。ゲーム名は、ロシアンルーレット。挑戦者同士の運試し、だよ。一番最初に、あそこでやったミニゲームもロシアンルーレットだったね。紹介しよう。もう一人の挑戦者の、緑！茶番はやめえ！さあ、どっちが先に棺を選ぶ？先って。これさ、さっき埋まった棺たちが今ここにあるってこと？挑戦者には、この棺に入ってもらう。おーっと？また棺かよ！なーに、墓地にあるやつと同じタイプさ。罠じゃねえ。しかも、未使用の新品。お客さんラッキーだよ。怖いなら、僕が先に選ぼうか？待て！とにかく、怪しいところがないか詳しく調べさせてもらうぜよ。まあ何の変哲もない棺なんじゃないかと思うけどね。さあ、調べるかい？右の棺を選ぶか？いや、ちょっと待って。左の棺を選ぶか？調べさせてくれないの？気の済むままに調べりゃいいさ。緑に話しかけることはできないんだ。右の棺を選ぶか、左の棺を選ぶか、調べることはできないの？決定しかできないの？どういうこと？なんで？まあ、どっちの棺に入っても、結果同じな気はするからな。私、左利きだから左にしよっかな。はい。よし。左の棺だ。わかった。けど、もう少し調べさせてくれがや。九太郎さんはかなり念入りに棺を調べた。そんなにペタペタ触ったって、二つの棺に差はないよ。そうみたいやな。怪しいところはねえぜよ。サラが選んだやつで行くがや。オッケー、それなら僕は選ばなかった方に入るからね。緑は右の棺に入った。本当にこっちでよかったんやろうか。さあ、あとは挑戦者を決めてくれ。じっくり考えてくれていいぜ。ダミーズたちの電池が切れない程度にな。どうする？ゲームの内容を推理してから自信のあるやつに。決めなくちゃいけないのか。ルールさ、わからないまま。いやー、これはサラちゃんなんじゃないか。ダメだって！絶対にダメ！銀くんはダメ！いくら優秀有能だったとしてもダメ！絶対にダメ！銀くんを危険な目にはもう二度とさらしたくないんですー。僕がやるにゃ。銀！ダメだ！どうして急に、私がやる。どうして急に。僕は、いつも、守られてきたわ。みんな優しいから、こういう時も、絶対僕のこと選んだりしないにゃ。でもね、それでもし、僕だけ生き残ったら、きっと後悔するわ。自分が重荷だったんだって。だから、やらせてほしいわ。銀くん。重荷とかじゃなくて私たちはただ守りたいから守ってるだけなんだ。僕がいたから助かった人もいるんだって、そう思いたいんだわ。そっか。そんなの、もうとっくに僕は、みんなのことが、大好きだから。銀！止められなかった。いやー、あんなこと言ってくる銀止めることはできねえ。多分その場に私がいたとしてもできねえ。だからもし、サポートできるんだったら、精一杯サポートしよう、サラちゃん。さあ、進みな。いよいよ始まるぜ。さあ、やるか。奥へと通路が続いている。進もう。なんだこれは。なんだかすごいところに来たな。棺なんてどこにもないぞ。さあ、いよいよだな。覚悟を決めよう。誰も犠牲になんかしない。やるぞ。それじゃあ、宴を始めようか。出てこい。ババーン！すげえ機械だろ。棺、あそこにみんないるのか。おっと、開けようとしても無駄だぜ。たった今、棺をロックしたからな。とにかく、近づいて調べてみよう。オッケー。あ、台座が回転した。すごいだろ。お前らにはこの機械を使って緑を見つけ出してもらう。いや、あのくしゃくしゃのやつあんずちゃんのだけどな。緑を見つけ出す。そう、9つの棺のうちターゲットを先に当てた方が勝ち。それがロシアンルーレット、宴だ。それって。当然、当てられた挑戦者は死ぬ。銀くんの命をかけるってことですか？ちょっと、早く出しなさいよ。外にいるの、サラ姉ちゃん。銀。あの中は完全防音だが、こうやってモニターで会話できるぜ。ここからじゃ、何も見えないな。こんなことなら、やっぱり私が中に入るべきだった。そうでもねえぜ、サラ。え？外からしっかり状況を観察できるのは、私たちだけだ。そうだ、大事なのは、勝って生き延びること。勝って、私が銀を救うんだ。ああ、ちなみに本来、チーム専用だから、緑側もボタンを押す役が必要だ。そこは俺が代理で押させてもらう。ずるしねえだろうな。俺のズルは緑のズルだ。連帯責任でいいぜ。お前らこそズルすんなよ。生者には死だ。できるわけないだろ。それじゃあ、先行後攻を決めたらスタートなんだが、ここは不利な銀チームから先行でいいぜ。不利なの？有利不利があるの？このゲームに？いいんだな。ああ。長くなったが始めようか。ロシアンルーレット宴、スタートだ。始まるぞ。絶対にみんな救うからな。非常に重い空気が場を支配している。聞いた限り、ルールは単純。9つの棺のうち、銀を選べば負け。緑を当てれば勝ちだ。けど、そんな単純な話なんでしょうか。ダミーズたちを当てたらどうなるんだい？何より、棺の中にいるはずの緑が何も言わないのはおかしい。うん。だが、やることは変わらない。みんなで話し合い、答えを導く。ちなみに議論中でも棺を回転させることができる。うまく使うといいぜ。なるほど。おそらくね、この最終章前編 B パートのメインになるであろうゲームが始まったわけですが、誰も犠牲にせず、勝って終わらせたいよね。今回からついにね、宴が始まっております。棺の中にダミーズと、銀くん、そして緑がね、入っておりまして、なんかロシアンルーレットみたいなことらしいけれども、緑を当てたら勝ちなんだったかな?他のキャラを当ててしまった時に、それがどういう処遇になるのかっていうのとかも全然分かってないから、そういうのも話し合いながら分かっていくのかな。っていうことで、銀くん、そしてダミーズ、ともども、誰も犠牲にせずに救い出せるようにやっていこうかなと思います。さあ、まずは、カンナちゃんから話聞いていこうかな。この機械、本当に回転するだけなのでしょうか?もっと詳しく調べてみませんか?なるほど。で、九太郎さんは?どうやって棺を見分けるか考えるべきぜよ。うん、そうね。あんずちゃんの棺は分かりやすかったけどね、見た目はね。でも中身がシャッフルされてる場合ってあんのかな?どうなんだろうね。で、サラちゃんは別に何かできるわけじゃない。見分けるか。本当に回転するだけなのか。詳しく調べてみよう。はい。機械をもっと詳しく調べてみましょう。それじゃあ、他に操作できる部分がないか触ってみよう。触ってみようか?操作できる部分。この土台の部分。数字は棺のナンバーだよな。じゃあ、数字の下の丸いランプは?ちょいちょい、そこは気軽に触っちゃダメだって。教えてくれるのか?もちろん。いいか?このランプはな、ヒント機能だよ。ヒント機能?ほう。ヒント?なあ、このゲームはお前たちと緑が交互に棺を指定していくゲームだが、しかし、指定する前に一度ヒントを見れるんだ。指定する前に一度か。相手も使えるのか。使わなくてもいいんだな。相手も使えるのか?緑も使えるのか?イエス!当然使ってくるだろうさ。そのヒントってどういう？残念、説明はここまでだ。ヒントの効果は試して考えるんだな。なんだって?謎解きは、得意だろ?なんかパパがな、サラちゃんのこと試してるように感じるんだけどな。一度しか使えないなら、うかつに触っちゃダメだ。先にある程度狙いを絞り込みたい。やはり、まずは話し合う必要がありそうだな。で、じゃあ、九太郎さんか。どうやって棺を見分けるか考えるべきぜよ。よし、まずは観察ぜよ。と言っても、見た目はほとんど同じに見えます。唯一わかるのはアンズの棺か。このままじゃ8分の1で緑を当てることになる。あれ緑を当てちゃダメなんだっけ?銀くんを当てる、ちょっと前回の動画ちゃんと見返してくるんだったな。ルールちゃんともう一回説明見とくか?ちょっと見てくるね。緑を見つけ出すんだよね、やっぱり。9つの棺のうちターゲットを先に当てた方が勝ちだから、緑が銀くんを当てちゃったら、こっちの負けで、私たちが緑を先に当てたら、私たちの勝ちってことだよね。じゃあ別に当ててしまう可能性があるっていうのは、なんか言い方が変じゃないか?当てちゃっていいんじゃないのか?つうか、銀を当てる可能性もあるぜ。にゃー!それは困るわ。死んでも死にきれないわ。そうは言っても、見た目に違いなんて。銀くん当てちゃったら銀くんを殺すことになっちゃうんだよな。これは絶対当てるわけにはいかん。何かあるはずだろう。目に見えない何かを確認する方法とか。考えてみよう。アイテム引き出す討論。なるほど。引き出そう。久しぶりだね。どうだ?何か思いついたか?目で見えない何かか。耳や鼻を使う、道具を使う、運を信じる。運を信じるはあまりにもちょっと自分の強運を信じすぎている。そんな運という可能性に銀くんの命はかけられないので、道具使うんじゃないかなと思うけどな。道具を使うのはどうでしょう。何か心当たりがあるんだな。よし、見せてくれ、その道具ってやつを。あれを突きつけよう。どれでしょうか?僕にはわかりません。ちょっと待って。あれ?灯籠かな？灯籠ぐらいしか思いつかないけど、ちょっとセーブします。いけるかな？ちょっと見せてみるか。目に見えないものを、そうだよね。目に見えないものを見せてくれるもんね、灯籠ね。どう？これだ！やった！灯籠だって。灯籠の光なら、普通では見えないものも映し出します。ですが、それは電池切れになったんじゃ。俺が手に入れたやつを使うぜよ。そうだよね。九太郎さんが持ってる灯籠は、墓地でも使えたもんね。九太郎から灯籠をもらった。おそらく、サラの灯籠と同じものじゃき。ありがとうございます。さあ、試してみましょう。どうだい？お！これは、光ってるのと光ってないのがある。ん？なんでだ？棺が、光りました！外で何か起きてるの？私たちにも詳しいことはわからない。けど、この棺には何か細工がある。見分けがつくかもしれない。なるほど。進展！光る棺の謎。棺は灯籠の光で発光する特殊な素材で作られているんだろうね。ねえねえ、どういう状況？光った棺は何台あるの？教えてよ。俺たちが別行動の時も棺は光ってたぜよ。そうだね。じゃあまず一人一人引き出していこうか。はい。俺たちが別行動の時も棺は光ってたと。うん。まさか同じ灯籠が5階にもあったとは思わなかったが、俺たちも墓地で使ったんや。その時、7つすべての棺が光ってたぜよ。7つすべての棺が？これは重要な発言だ。そうだよね。だって、お菓子だったもんね。3つ光ってなかったから、銀くんと緑のやつが2つ光ってないのならわかるんだけど、そうだよね。2つしか今光ってない状態だもんね。ああ、回転できた。8。9まであって、ちょっとメモしないとわからんくなるわ。1が光ってる、2が光ってなくてぐちゃぐちゃ、3が光ってる、4が光ってない、5が光ってない、6が光ってる、7が光ってない、8が光ってる、9が光ってる。か。で、光ってるのが5個しかないね。おかしいな。光ってるのが5個、光ってないのが4個だから、九太郎さんがその灯籠を使った時に7個光ってたって言ってる証言は、まあ私も見てるから間違いないとは思うんだけど、この状況では違うよねっていうのがわかるね。ねえねえ、どういう状況？光った棺は何台あるの？教えてよ。どう？わかった？ああ、光ってる棺の数は、5個だね。5つ。5つだ。そっか、なるほど。それで？光ってる棺が5つだからって、何？手がかりになるはずだ。考えてみよう。で、棺は灯籠の光で発光する特殊な素材で作られているんだろうね。例えばだが、ルビーやダイヤなどの鉱石も紫外線ライトで発光するらしいよ。もしかしたら、あの棺もダイヤで作られてたりしてね。まあこれは使えそうにないので、討論かな。九太郎さんの7つすべての棺が光っていたと、光ってる棺が5つっていうのをぶつけよう。はい。7つ、光ってた？ああ。それじゃあ、なんで今は5つしか光ってないの？ちなみに、これ以外に棺は存在しねえぜ。じゃあ、7つの光る棺が5つに減った理由は？光を失った棺が存在するということですね。なら、その理由を考えてみようじゃねえか。進展。光を失った棺。とりあえず、2番の杏の棺は光ってないな。BGM が、アレンジだ！かっこいい！カフェ、ちょっと狭めのカフェとかでさ、ミニコンサートとか開いてる時みたいな感じのピアノアレンジじゃない？めっちゃ好きなんだけど、これ。私、光を失ってるの？そんな深刻な問題みたいに捉えなくて大丈夫だよ。おい、無駄な発言に付き合ってられねえぞ。あー、取り下げます。あー、取り下げた。あんずの棺の上で、メイプルが爆発したよな。そのせいか。酸化したとかってこと？爆発したことで何かが変わった。何かが変化した。でも、他にもう一つ光を失った棺があるはずでしょ？他に原因がないかな。この際、小さなことでいいんだ。棺に起きた異変、思い出せませんか？あー、わかった。熱で光らなくなるんじゃないか？それこそさ、まあ、爆発して燃えてたから、そりゃ火で熱がね、ボーボーボーですよ。で、刑事さんが入ってた、もともと緑のね、棺も、あれよね、中で仮想システムがあったから、熱々になってたから、熱に弱いんじゃないか、この棺は。独特な匂いが気になったくらいかな。ああ、そういや、ひなこに液体ぶちまけられて、俺の棺ベトベトにされたな。実は棺も電池で光ってたんじゃないですか？きっと、電池切れです。やっぱ爆発のせいじゃねえの？爆風の熱とかさ。いや、多分それだと思う。車田さんだと思う。これだと思うな。爆発の衝撃とか爆風の熱とか、考えられることは多いだろう。ああ、と思う。で、蘭丸くんのやつ、ベトベトにされた。ほら、俺、ひなこにココアを持たされてよ。暑いから自分で持てよって言ったんだよ。それで揉めてぶちまけたんだよ、俺の棺に。仕方ねえから自分で拭いたよ。でも、そんなの関係ねえだろ？これは見逃せない発言だ。あ？そうなのか。あ、これあれだ、塗料か。それこそ、あれだよね、同意書とか、黒板にも、そういう風になんか文字が書かれてたり、塗りつぶされたりしてたのを、蒸気噴射ハンドで、プシューってやった時に取れたもんね、あの塗料。だから、棺自体に何か塗料が塗られていて、それが水分で、取れちゃったんじゃないのか？っていうことかな。実は棺も電池で光ってたんじゃないですか？きっと電池切れです。ダミーズさんたちも電池で動いてます。棺も電池で動いてたって違和感はありません。うん。独特な匂いが気になったくらいかな。棺に長くいるとスーツに匂いがついてしまいそうで嫌になるね。ああ。爆発、爆風。見逃せない発言だ。ちょっと待ってよ。考えろ。爆風の熱と、ホットココアの熱と、じゃあなんで刑事さんのやつは、あれは内側だからか？外側にはかかってないから関係ないのか？多分、蘭丸くんの発言で討論するんだと思うんだけど、多分、カンナちゃんとさ、早坂さんは多分関係ないから、車田さんだと思うんだけど、いいのかな？ちょっと、まあ、やってみるか。発言。はい。あーってそうですね。ちょっと待てよ。今の話、気になるぜ。俺か！確かにココアだったと思うけど。あれってもしかして、カフェモか？違う、そういう話じゃないと思う。なんもんどっちでもいい！そうだそうだ。蘭丸はココアなんか関係ねえっつったが、爆発もホットココアも、めちゃくちゃ熱いっつ共通点があるぜ。せやな。いやいや、関係あるか、そんなのは。確かに爆風とホットココア、両方とも高温には違いないが、熱が影響を与えたというと、溶けたってことでしょうか。塗料だ。やっぱそうだよね。棺の表面に灯籠で光る絵の具のようなものが塗られてるんじゃないかい。そういえば思い当たる節がある。そう、こう教室の同意書だね。教室の同意書。あの黒塗りの部分。同じように灯籠で光りました。そして蒸気噴射で消せたんです。おお、同じ塗料が使われてたってことだよ。ありえない話じゃない。高熱で塗料が落ちる。それなら蘭丸さんの棺が光を失った理由もうなずけます。そしてもう一つ、あの人の棺が光を失った可能性も。もう一つ、光を失った棺か。蘭丸の棺と同じように光を失った可能性があるのは、車田の棺、刑事の棺、舞の棺、早坂の棺、刑事さんだと思う。刑事さんは、まあ、内側から燃えてただろうけど、表面もすごく熱くなってたって言ってたもんね。刑事さんが入ってた棺だ。あの棺は、刑事さんを焼肉にするための火葬システムが動いていた。そうだぜ。蓋に触れても火傷するくらいのな。だったら、おまわりさんの棺も光を失ったんだにゃ。きっと溶けた塗料が蓋の隙間に入ったからくっついて開かなくなったにゃ。でもおかしいな。そしたらね、光ってる数が4つになるはずなんだよ。このままじゃ、あんず、蘭丸、刑事、3つの棺が光を失ったことになっちまう。ああ、数が合わないじゃん。それにさ、いつ、誰が塗料を塗ったのか、気にならない？確かに、そこははっきりさせたい。わかりました。話し合ってみましょう。進展。いつ誰が棺を塗った？まず、俺がサラたちと別れた後、墓地の7つの棺は全て光っていたぜよ。なら、九太郎たちと別れる前に、誰かが塗料を塗ったんだな。どうせ緑が塗ったんだと思うけど、まさか私たちの中に犯人いないでしょうね。そうだ、塗った時に手や服についてんじゃねえの？その塗料ってやつが。墓地で不審な行動をしてる人なんて見た覚えがないです。犯人はいないってことはないな。ねえ、銀くんと緑の棺は他のと差がないのかな？わかった！犯人はメイプルちゃんだよ。つーか、九太郎のおっさん、本当のこと言ってんだろうな。そもそも塗料を塗って何の意味があるんだろうね。おー、全員が顔を出しましたな。一人一人引き出していきたいところですけど、ちょっと一回セーブします。じゃあ、カンナちゃんから引き出そう。墓地で不審な行動をしてる人なんて見た覚えがないです。すべての棺に塗るのは、時間がかかると思うんですが。だからダミーズたちが、棺に入った後、もしくは、それこそ作り出す前とか、入る前、誰も棺に入る前、ここに来る前に、緑がせっせこ塗っていた可能性はあるよね。7つの棺すべて光っていた。ちなみに今、光らない棺は4つだよな。照らせばわかるが、2番、4番、5番、7番ぜよ。そうだね。なら、九太郎たちと別れる前に誰かが塗料を塗ったんだな。けど、そんな怪しい行動、見逃すわけねえんだよな。つまり、誰にも見られないタイミング。一番最初、緑と出会う前だ。そうだと思う、私は。返し前。ああ、これはただの準備だったんだ。きっと長いこと放置してあった古い棺を緑が塗り直したんだよ。そのタイミングで塗料が使われた。あり得るだろうか。あり得るんじゃないの？違うかな？犯人はいないってことはないにゃ。犯人はいない存在。つまりお化けだにゃ。あの棺で殺された人が悪霊になって悪さしたわ。冷静に返す。苦笑いする。苦笑いしとこ。ははは。冗談にゃ。困った子扱いはやめてくれわ。そもそも新品の棺だし、お化けなんて出るわけないにゃ。新品？あれ、シャラ姉ちゃん覚えてないわ。あのワカメ頭。ああ、楽しみだ、この新品。僕も使うのは初めてだからね、って言ってたにゃ。そういえば、そうなんよ。銀くんと緑のやつは新品なんだよな。だから塗料を塗ってない可能性は全然あるんだよな。そうだ、塗った時に手や服についてんじゃねえの、その塗料ってやつが。サラ、誰かの服に塗料がついてないかチェックしてくれよ。いや、誰の服にもついてないぞ。マジ？緑もか？いや、そもそも緑が棺の中に入っちゃっててわからないのです。棺の中にいる人は見えないしな。そうだった。くそ。ねえ、ひなこちゃん？ねえ、どうせ緑が塗ったんだと思うけど、まさか私たちの中に犯人いないでしょうね。こんな変なこと考えるの、緑くらいだよ。一体どういう意図があるのか、考える気も起きない。うん。つうか、九太郎のおっさん本当のこと言ってんだろうな。これで見間違いとかだったら絶望的だぜ。うん。他のと差がないのかな？墓地に置いてある棺と保管方法が違うかもしれないし。これか、舞ちゃんと銀くんをぶつければいいのかな？わかった、メイプルちゃんだよ、塗料を塗ったのは。ほら、私たちが4階に降りれない間、ペタペタと塗って回ってたんだよ。だが、墓地には入れないようにシャッターを閉めてたじゃないか。そうだったね、ごめん。あんずちゃんなんか一人芝居すごいよね。そもそも塗料を塗って何の意味があるんだろうね。灯籠で照らさない限り、色も変わらないしね。で、討論で、あー楽しみだ、この新品、僕も使うの初めてだ。銀くんと緑の棺は他の差がないのかな？これだ！違うの？あ、違うのか。新品だよー、新品だよー。古い棺だよー。あ、こっちか、レコさんのやつかな？これ？あ、っぽいね。銀！そりゃ本当か？もちろんにゃん！だったら怪しい人物がいなかったのも頷けるぜ。新品の棺には、初めから塗料がついてたんだよ。あ、逆に？え？違うんじゃないの？塗料が、そうなの？作られた段階から塗料でコーティングされてたってことだね。まるでアーモンドチョコの部分みたいに。それじゃあ、墓地以外の棺も。スルーされてるあずちゃんかわいそう。ああ、アルジーも言ったよな。銀と緑の棺は、どっちも新品だって。つまり、銀と緑の棺は、両方光る、両方光らない。銀のは光る、緑のは光る。私、両方光らないと思うんだけどな。違うのか？あれ？やっぱちょっとおかしいよな。数が合わないんだよな。いやー、そこで灯籠使わせてくれればな。光るのか光らないのか確かめられたんだけど。両方光るでいいのかな、でも。レコさんが発言してる内容的には、選択肢は多分両方光るが正解なんだと思うんだけど、もともと7個光っていた、3つ光らなくなったから、7個のうち3つだから4つが今光ってる状態になるはず。で、緑と銀くんの、棺も光るってなったら、6個光ってないとおかしいんだけど、今光ってるのは5つ。で、光ってないのが4つだよ。だからやっぱ数合わないんだけどな。なんでだ？両方光るかな？両方光る！その通りにゃい！それなら、棺の計算も合います。え、合うの？光を失った棺は、7つのうち2つではなく、9つのうちの4つ。9つのうちの4つ。じゃあもう一つ何か原因で光を失っている可能性があるってこと？何が原因だ？アンズ、蘭丸刑事。そしてもう一つの棺が光を失った。そういうことか。何で光を失ったんだ？一つだけ誰の棺かわからないのか。でも、墓地の棺に最後の一つがありそうだね。あー、てかあれか、早坂さんが変な匂いするって言ってたのは、何か原因があるのかな？そうじゃないと、おかしいな。これって、すごい情報なんじゃないですか？だって、緑さんは、光る棺の中にいるってことですよね。おお、じゃあ光る棺を指定すりゃ。待つぜよ！それは、銀も同じぜよ。そうだった。じゃあダメじ結局、銀と緑を判別する方法がなきゃ、運ゲーに変わりねえぜよ。5分の1だ。5分の1で、緑を当てるのか。外れるだけなら、まだマシだ。銀を当てれば、銀が死ぬ。そんなことはさせない！ザラ、そろそろあのヒント機能を使ってみるときなんじゃねえのか。あ、5つまでは絞り込みましたし、ヒント機能を使えば、その中からさらに絞り込めるかも。そうだな。やり方を説明しよう。ヒントを使いたい棺を正面にして、土台にタッチしてみな。ああ、わかった。光る棺の中から、ヒントを使う棺を一つ選ぶぞ。進展。運ゲーじゃん、やっぱり。